気づかれた。行くよ。はっ、どうだ。エクストラセイトセイヤセイ、食らいなさい。これでどう。サイサイ、これはいかがです。ヤッヤッ、どうだ。ヤキヤキハッ、どうだ。エイハッ、ヤキセイハッ、逃しません。サイヤキアクション。それ倒したぞ。やった、気づかれた。かかってきなさい。さあ、さあ、どうした。せいはやっ、せいやはっ、くらいなさい。さ、大自然の力に。やきずのダンス、どうだ。感じるよ。やった、来るわよ。準備して。かかってきなさい。サイはっ、どうだ。はっ、ダメだ。ヤキヤキ、くらいなさい。ヤキ、ダメだぞ。やった。エイセイセイヤキセイヤ、よし、やった。やったわ。気づかれた。戦うしかないのか。さあ、さあ、はっ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 、気づかれた。
私がお相手しましょう。はっ、やっ、はっ、せい、やっ、はっ、はっ、どうだ、せいや、やりましたね。終わった。よし、私がお相手しましょう。さい、どうだ、せい、はっ、さい、はっ、どうだ、くらいなさい、はっ、さい、さい、さい、せい、はっ、はっ、はっ、どうだ、はっ、さい、どうだ、やっ、さい、どうだ、どうだ、せい、せいや、逃しません。せい、はっ、せい、やっ、やっ、やっ、逃しません。やっ、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 せい、はっ、せい、はっ、逃しません。どうだ、さい、どうだ、私たちの力見せましょう。無事ですよ。はっ、はっ、やっ、どうだ、やっ、やっ、さ、はっ、やっ、せっ、さ、せっ、さ、はっ、せいや、くらいなさい。さい、どうだ、せっ、はっ、やっ、やっ、どうだ、はっ、さい、どうだ、当たれ、はっ、はっ、どうだ、やっ、はっ、やっ、大自然の力、癒しの力、ここに、ここも大自然の力、どうだ、癒しの力、ここに、はっ、どうだ、はっ、はっ、やっ、やっ、どうだ、くらいなさい、どうだ、よし、わかりました、私がやります。癒やしの力、ありがとう、ここに、さい、はぁ、癒やしの力、やっ、やっ、ここに、さい、油断しない、ありがとう、はっ、やっ、どうだ、ありがとう、ここに、どうだ、はっ、さい、大自然の力に傷を治します。あ、はっ、さい、はー、お嫁にも言ってないのに、はっ、さい、はっ、さ、はっ、やっ、やっ、さ、はっ、やっ、はっ、さ、はっ、どうだ、さ、やっ、やっ、さい、はっ、さい、やっ、はっ、やっ、さ、はっ、さい、やっ、どうだ、はっ、さい、はっ、さ、はっ、
さい。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 どうだ。さい。やっちゃはい。はい。さい。やっはっやっは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 っさいやっやっさいさいさはっやっさいさはっさいさはっヤキシャハッサイシャハッヤキハッハッどうだ。やった。やった。やあ。やあ、元気？いらっしゃい。好きに選んでくれ。これでいいのか？ワイドドーム。ご利用ありがとうございました。あら、ユーマ。何かご用でしょうか？ご機嫌いかがですか？あの、こんな夜更けにどのようなご用でしょうか？ご用とか、そんな堅苦しいものじゃないよ。キリカと話をしたいと思ったんだ。それと、僕たちは仲間なんだからさ。そんなに固い話し方しなくていいんだよ。ですが、私は今まで人に対しては常に礼節を持って接すべきと教えられてきましたので。それはすごくいいことだと思うけど、もう少し普通に話せないかな。わかりました。やってみましょう。申し訳ありません。
何をどう話せばいいのか見当がつかなくて。こっちこそごめん、困らせちゃったみたいだね。それに考えたら僕も話は得意じゃなかった。だからこれからは時々おしゃべりしてみようよ、お互いに話の練習のためにさ。おしゃべりですか。そうですね、私でよければいつでも声をかけてください。うん、これからもよろしくね、キリカ。はい、よろしくお願いいたします。はい。準備して。よし、頑張ってください。やっはっさいはっえいはっどうだやっやっやっさいくらえさい終わった。やった！こちらに来ます。戦うしかないのか。やっ、はっ、どうだ。セイ、セイ、トヨ、やっ、伸ばしません。セイ、どうだ。やあ、当たれ。これでどう？はっ、じゃあ。感じるよ。よし、行こう。こちらに来ます。行きます。サイヤッシャッハッヤッハ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 ッ
よ。準備して行くわよ。はっはっさはっさっせいせいやせいやさいくらいなさいさいせいせいさいとよかわさぞ逃しません。はっさいさいやはっそうだせいWe'll be right back.
せ。はい、耐えられるか。
行くわよ。ここでは行こう。Thank you.
逃しません。プリムラ、怪我はない？お姉ちゃん、怖かったよ。大丈夫、もう心配ないからね。それにしてもよくわかりません。なぜ滅びたはずのドラゴンが。多分ドラゴンソウルだと思う。え？でもそういえばさっきもそんなことを言ってたわね。ユーマ、何か知ってるの？うん、ゲイルリッツ監獄にいた時に見たんだ。帝国の奴らがドラゴンソウルを使って何かとても大きなものを作り出している。のその時はなんだかわからなかったんだけど、今にして思えばあれはきっとドラゴンだったっていうの？まさかそんなこと。不可能であるとは言い切れません。十分に考えられることです。どういうこと？ドラゴンソウルというのはドラゴンの魂が変化したものだと言われています。ドラゴンが滅びてその肉体を失うと彼らの意識は消滅してしまい、最後に魂だけが結晶化して残るらしいのです。帝国は結晶化した魂からドラゴンを蘇らせ戦力として使役する技術を開発しようとしていると考えれば全ての辻褄が合います。そんなことが。それだけじゃないんだ。ドラゴンソウルをモンスターに埋め込んで強化するとか、人間に埋め込んでどうなるか試すなんてことまであいつらはやっていた。なんてこと。そこまでやっているのね、帝国は。お姉ちゃん、そんなにきつく抱きしめたら痛いよ。ごめんなさい、あんまり恐ろしい話だったからつい。とにかく町に帰りましょう。その子を救出した以上ここに長居は無用です。そうね、行きましょう。プリムラ、エマさんも心配してるわ。うん、うん。おはよう。
切っていきましょう。やった、来来来。